から俺あんまり一生懸命なんていうかな、インボイス制度やってても蓋開けたら何もなかったことになったみたいななんかそんなような気して毎回そんなことありますやん、ぐっちゃぐちゃの時って。まあそうですね、叫ぶだけ叫んで言うだけ言うて、あ、蓋開けたら何やったみたいな、あの感じちゃうんですか。これ来年の10月これインボイスあるじゃないですか、うん、でその半年後令和6年から電子帳簿保存法というやつが施行されますからね、うん、データできた分はデータで残せと。そうですかな、うん、だからそういう方向に行くのも、それを見込んで業者とかも売り込んで、うん、で大企業とかもバカ高い金を払って投資してってやってるんです。その辺崩れるとかなりあれですね、信用は世界的にもなくなりますね。今世界的に信用ないんすやん、国なんて。まあ、まあ確かに全部がはちゃまちゃやったってバレたわけやから、これなんて言うさ、ワクチンがバレたらもう世界中の人がそれ言うこと聞かんよ、そんなんもうもうバレてるやん明らかに、うん、毒やったってなってるわけなんで。これ中国がね、ゼロコロナ政策やってて暴動起きて危ないと思ってわーっと緩めましたもんね。緩めたでしょ、あれ本当やったら天安門じゃないけど、あの中国共産党やったら多分強行しようと思ったらできると思うんですよ、あれ多分。だから要はもうああいうやり方とか力がダメですよっていう方向やと思うね、民の力の方いってると思うんですよ今もう世の中が、民主を壊ってるわけでしょ共産党もやっぱり。だからあれを緩め、統制緩めるっていうことは共産党も終わりってことですよ、ある意味。そうですね、昔だったらガッと押さえつけ て、 やってたんですよね。だから名前は同じ名前かどうかどうなるんか知らんけど、うん、もう違う共産党に変わってると思うわ俺多分、うんうん、あのこの間の全人代11月か、はい、10月、はい、衆さんがね、はい、もう一回あれも向かえるとはあっこで変わったんやと思うわ、はい、うん、多分でトランプ出てきてわーってなって、うん、まあそこも違う共産党に変わってるんじゃないます、はい、台湾もだっていあれですよね、あの人辞めたもんね、あの何やったっけあの女性ね、あの人が降りてで違う政党が取ったでしょ、結局は。でも戦争なしでしょあっこも、なんか最後日本だな、やっぱ最後に日本ってトランプ言ってたもんな、何回も言ってたもんな、うん、全部悪党が日本に集まってくるんじゃないですか今来てるでしょ実際世界中の悪が日本は最後だって言ってんねんから最後なんでしょ、日本は良しやすいですからね。あ、だからトンチンカンですよ、ずれてますやん世界と、うん、2週2週ぐらい周回遅れになってるから。そうですよ、脇が甘いからあれですもんね、あの情報機関のスパイとかも日本なんてほんまに楽やって言ってますもんね、うん、すぐ情報取れると。周回遅れで来てて、でまだ全然トンチンカンな防衛費を何か、向こう5年で50兆、60兆、45兆、50兆とか確保してどんどん言うてるわけでしょ向こう5年で。これ世界と逆行してるんですよね、うん、トンチンカンなんですよ、もう戦争やめるって世界言ってんのに、もう完全にそっちシフトしたのに、まだ北朝鮮が中国がやってんねんけど、多分向こうの国の人が見たらはぁみたいなことやってると思うんですよ。あれでしょうね、自分の国守るっていうよりもあのそのアメリカとかの意向を聞いて戦争やねんとか、じゃあ武器とかそういうの買います、ミサイル買いますっていう、そうです、そういう商売の方に行ってますよね。そう、金融戦争やですわ、だからあれ武器って言っても役に立たん武器でしょ、トマホークって言ったら、あれ世界的になんていうか常識ですよ、あれゴミって言われてるやつだからあれ役に立たん装飾品って言われてるやつを、だ商売ですよやってることは。そうですね、ああ、だからみんな論点がずれるんですよね普通の人見てたら、防衛防衛違うんですかね、ただなんかこうハリボテの装飾品を高い金で買わされてるだけの話っていうことなんですけど税金で、まああれもひっくるめてどっちにしてもあれじゃないですかね、もう今の金はもう独政令で壊さないから縁違うんすか、もう最後はもうガッチャンして終わりみたいなアメリカがそうやねんからそうなんでしょう。もう新ドルの話出てきてますよ、やっぱ。あ、そうですか。明らかに出てきましたよ、でやっぱ金本位制っていうことですよね、アメリカもね、まあ、金本位制って 100% なるかは別ですけど、
その貿易通貨に関しては金本位制っていう動きですよ、はい、世界中、はい、一般庶民がね国内で使う分にはそれは国が発行するだけの話なので、はいはい、国対国の信用っていう部分ではやっぱりバスケット他のこう何ていうかな金とか銀とかプラチナとか含めたバスケットになるんか、うん、金本位制とかそういう動きです、うんうん、アメリカも時間の問題ですもう話でちゃんと進んでいってますよ。あ、そうですか、うん、で今のやつはもう終わろうと、はい、新しいやつ出そうと、はい、うん、ということだから SDGs とかあんなもなくなるんですよ。自動電気自動車とか、うん、電気自動車はほんまヨーロッパのなんか陰謀ですもんね。陰謀ですよ。だから SDGs でしょ、脱炭素とかあんな全部ひっくるめて、うん、そこに至るまでにどんだけエネルギー使うねんっていう話ですよね。なあれも全部なくなりますよ。だから一緒のことですよ。その国の増税もあれじゃない、むしろ年がら年中増税増税言ってるじゃん昔から増税増税って、お題目みたいに。もうここまで来たらもうみんな気づいてるんちゃいます。うーん、ほとんどの人はここで気づかんかった、もうあかん、もう何やっても無駄みたいな、ここまで来てみたいな思いますわ。最後の最後まで来たんだよね、やっとな、うん、まあ、世の中の法則に当てはまってるっていうかね、うん、いやこれね僕思うんだけど、はあ、将来安泰やと思って厚生労働省なんか入った職員気の毒んなことになるよこれ。みんな辞めていくでしょ、はい、変なことやってたの。ツイッターも買いたいなったしね、はい。あのイーロン・マクロンさん何がしたいんですかね。いやだから暴露でしょう、うん、あんだけ自分の金投資して自分の金というよりはやっぱりそういうオペレーションになってるはずなんで、うん、まあ多分大元はどこかとかというんじゃなくて実際に動いてるのは軍隊やと思うんですよ僕はね、世界中の軍やと思うんですね、はいはい、何カ国とかそういうわけじゃなくて横につながったなんていうか国のその将校とか将軍っていうのかな、はい、そういう人たちがこう横に並んで何かやってると思うんですよね。これも20年ぐらいオペレーションずっと、うん、で不正選挙もそうやったけどやらしてるわけでしょわざと、ほんで将校捕まえてドンっていくわけでしょ。だから全部がそんな感じですよね今見てたら。悪さすんのをこうコロナもあれもそうやしワクチンもそうやけどやらしといてドンって捕まえに行くっていうのだから暴露してるんでしょあれ結局浮かび上がるように、うん、なんかアップル攻撃してみたりトランプさん戻ってきていいよって言ってみたり、うん、暴露ですわな。ツイッターとかフェイスブックとかもあの辺ももう相当情報統制しとったわけだからね、うん、おしゃれ仕方ないわな。もうこれ日本は電通でしょやっぱりやられてるでしょ、うん、検察があそこ行くってなかなか今までなかったことなんです。そうですね、本気やと思うんですよね僕検察は。あのもう根こそぎやと思いますね。だから結局はもうそのもう止められない状態になってるわけでしょ。だからゴーサインかかったと思うんですね。あの電力も行きましたもんね、そうです。関連が、うん、あの内部告発して電力会社軒並みあのカルテルかなんかでやられてますもんね。流れがそういう流れなんですよ、うん、大きいもんとか、うん、利権とかでやってたところが全部吊るし上げられてるって感じよね、うん、まあ、あと1年やと思うんですよね来年1年、うんうん、でもほぼほぼ全部こう表にドーン出てきて何やこれみたいなこんなことやっとったんかこの人たちはみたいな、うん、やと思いますわ最後は。だから武田とか、うん、あれもあかんよな、うん、もうひどいことになるんじゃいます。製薬会社もだからいいとこと悪いとことあんねんけど一括りにされるでしょ。そうですね、武田が変なことしてたってよそも塩野義から軒並みこうそうですね、イメージでみんな行きますからね、うん、あそこやってんねんからこっちもやってるんじゃなかって、ね、なるやろ、うん、そういうことになるんですよね、うん、電通ってことは NHK も当然そうなるし、うん、じゃあもう全部じゃないですか。もう博報堂もやってるんちゃうかとかね絶対になっていきますもんね全部じゃないですか。あんな銀行もでしょ、うん、もう中小零細しか残んないですよ。だから、うん、まともにやってた、うん、でソフトバンクの損も上げられてるでしょ今あんだけされる、
6000何億会社から金借りてるって横領じゃないですか、あんな。どう考えても6800億から忘れましたけど、横領じゃないですか、あんな。でも彼からしたら走ったがれじゃないですか。いやでもなんか表に出てきてやるってことはそういうことなんでしょう。だからね、これ隅々までちゃいます。あれもやもう終わったけど、やったでしょ、あの警察組織も、うん、でしょ、うん、で放送の世界までやってるでしょ、うん、この間もやってたでしょ、うん、まだやると思うんですよね、あれ何やったんやってなりますよね、あの辺全部聞かれたら。まあ、どうなん、どこやで探さなあかんような状態です、ね、そんな状態になるん違います、うん、世界がそうなってんねんから、うんうん、法律っていうか、もう憲法っていうか、もう元根本から入れ、総入れ替えになっていきますわね、次はもう。ねえ、ちょっと前だったら車とかもね、うん、あの排ガスとかあんなの基準をいじったりで、フォルクスワーゲンとか何社か大きいとこやられましたもんね、はあ、だからこれはもうやりにくくなるっていう世界よね、あのそういう大きな資本で大きな組織をやりにくい世界に行きますわな、無理があることやったわけですよ、無理があるからこう変に規制作られるから、それを買いくぐるしかないからそうなってたわけですから、それが取っ払ってももっと違う世界行くんだよなこれ。うん、多分俺だからワクチンもそうやけど、製薬だけじゃなし、医者お医者さん今度大変なことになると思う、うん、どう思う。そうですね、俺に打ったやろって言って文句言ってくる人おると思うねんな、これ。お医者さんどうすんのこれ。そっちが正義やったわけじゃないですか、ちょっと前まで。それがひっくり返ったんでしょ、バレて。あれは大変なことですよ、